チャンスリーレーン駅は、セントラルロンドン、ホルボーンにある、ロンドン地下鉄の駅である。当駅は1900年7月30日、チャンスリーレーン近くに開業し、セントラルセンセントポールズ駅とホルボーン駅の間に、あり、トラベルカードゾーン1に含まれる。ハイホルボーン、ハットンガーデン、グレインロードの交差点地下に、駅はあり、地下道で駅にアクセスする構造になっている。 チャンスリーレーン駅はセントラルロンドン鉄道の駅として1900年7月30日に開業した。駅で入り口はもともとハイホルボーン北側の31番地から33番地の間400フィートほど西のチャンスリーレーンとハイホルボーンの交差点付近にあった。地上からホームへは4機のエレベーターで連絡していたが1930年代に エスカレーターを用いるよう改修されている。既存の駅出入口とホームをエスカレーターで連結することができなかったため、出入り口の場所が1934年6月25日に現在の位置に移設されている。旧来の出入り口は閉鎖され、新しい出入り口の位置から駅名はチャンスリーレーンと変更されたが、グレー放送員の名前は次第に使われなくなった。 セントラルロンドン鉄道の建設工事では建物に列車の振動が伝わることを避けるため線路は建物直下を避けて道路の元に建設されたチャンスリー連駅周辺の道路幅が狭かったことから伏線のトンネルを左右平行に構築することができず採行トンネルの上に東稿トンネルが作られたチャンスリー連駅にはロンドン地下鉄に8駅ある ロンドン新部防空壕を駅下部に併設する駅である。第二次世界大戦後に防空壕はキングスウェイ電話交換局に転用された。防空壕には廃止されたエレベーター用の穴とファーンバルストリートとトゥックスコートの交差点にある入り口から出入りすることができる。2003年6月25日、当駅で発生した脱線事故で主電動機が脱落し、 32人の乗客が負傷した。脱線した車両と同じ1992系電車を使用するセントラル線とウォータールーシティー線が原因究明と暫定対策完了までの間運休となった。ロンドンバス8、25、17、45、46、242、341、521、深夜バス N8 が当駅を経由する。 ありがとうございます。